リャザンは、ロシアの都市である。リャザン州の州都。岡川の右岸、岡川にトルベジ川が注ぐ地点近くに位置し、岡川の重要な河口である。鉄道で、モスクワ、ウラジーミルなどと結ばれている。高速道路 M5 が走る。人口は52万1700人。モスクワから南東に 196km。条件反射の研究で有名なイワン・パブロフは、 リャザンの出身。アレクサンドル・ネフスキー制度をもともと、リャザン公国の首都リャザンは、現在のリャザンから南東に50キロメートルほどの、岡川下流に位置していた。フィンウゴル系民族のいたちに進出してきた、スラブ人は8世紀頃から、現在のリャザンの場所に、木造で要塞を築いたと見られる。現在のリャザンクレムリンの内最古の部分は12世紀に、遡る。 現在のリャザンが記録に初出したのは1095年のことで、当時はペレヤスラブリと呼ばれ、旧リャザンを中心に1078年から存在したリャザン公国の一部だった。ペレヤスラブリには1095年には、すでに聖ニコライ聖堂が存在しており、一体の精神的中心であったが、この聖堂は1611年の戦争で破壊されている。 その他にも、聖ボリスとグレ、ブセイドウなど多くの聖堂が立ち、ムーロムとリャザンの主教、およびムーロムイコールリャザンの大公も屋敷を構えていた。岡川沿いに立つ旧リャザンおよびペレヤスラブリは、北欧方面とボルガ川流域、中央アジアを結ぶ交易都市であり、その繁栄は12世紀のアラブの旅行者、アブハーミド・アルガルの旅行記にも記されている。 北の森林地帯と南のステップ地帯の境界に位置する町であったが、ハザール、ペチェネグ、ポロベツなどステップからの侵入者による襲撃が絶えなかった。またルーシ諸公国同士の争いも多く、1176年にはコロムナをめぐり、キエフ大公と対立し、1180年にはペレヤスラブリが、フセボロド三世の軍により占領され焼き尽くされ、 大公の部下たちや主教までがウラジーミルへと連行された。13世紀初頭には、リャザン公国には、束の間の平穏が訪れ、旧リャザンは1万5千人、ペレヤスラブリは2千人ほどの人口を抱えていた。しかし旧リャザンは1237年12月21日、モンゴル帝国のバトゥのルーシ進行によって、略奪破壊されたロシア最初の街となり、 これ以後再建は進まず結局立ち直らなかった。リャザン公国の町々もことごとく怪人に返したが、ペレヤスラブリは当時経済的重要性も失われておりほぼ無傷で残った。13世紀末には主教もペレヤスラブリに戻り、14世紀初頭にはリャザン公国の首都はペレヤスラブリに移され、ペレヤスラブリリャザンスキーと呼ばれるようになった。 これが、現在のリャザンである。太公オレグイバノビチの知性には、ペレヤスラブリリャザンスキーのクレムリンは、南ロシア最大を誇り、世俗的にも、宗教的にも、大きな力を持った。しかしやがて、モスクワ大公国の力が、リャザン公国を上回る。1380年には、ロシア史上でも、有数の大きな決戦であるクリコボの戦いが起きた。リャザン大公。 オレグイバノビッチの軍は、ジョチウルスのママイハーンやリトアニア大公国と連合し、ウラジーミル大公、トミートリードンスコイ率いる軍と戦った。この戦いで、リャザン大公や、ジョチウルスは敗れ、ロシアが、タタールの首機から脱する第一歩となったとともに、モスクワ大公国の力が伸長するきっかけとなった。1521年に、リャザン公国は、 モスクワ大公国に併合される。1708年より、モスクワ県に編入。1778年、ペレアスラブリリャザンスキーは、リャザンと解消され、1796年より、リャザン県の県都となった。19世紀後半、中鉄、ウォッカ醸造、聖油などの産業が発達した。現代のリャザンの街並み1904年、リャザンに、 ロシア最初の社会民主主義グループが誕生。リャザンの労働者たちは1905年のロシア第一革命に参加した。1917年11月8日から11月12日にかけてソビエトがリャザンに樹立された。リャザン県は1929年に廃止されたが、1937年にモスクワ州及びボロネージ州の一部からリザン州が分かれ、 リャザンはその行政の中心となっている。ソビエト期に入って、第二次世界大戦までに、食品加工、木材加工などが発達した。第二次大戦では、ドイツ軍に占領されず、戦後は、自動車製造なども発展し、軽工業都市から、重工業都市へと変貌した。現在では、工作機械、金属加工、ケーキ製造、石油化学などが盛ん。 また、パラシュート部隊下級士官の養成機関である、リャザン空挺軍大学も有名。ありがとうございます。